はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、イオンのトップバリューの、バーリアルのリッチテイストです。これね、また新しいの出たみたいですね。これはね、第3のビールの、バーリアルってほら生ビールのやつもあるじゃん。だがしかし、第3のビールです。ドイツ産ホップを 100% 使用、苦味とコクの豊かな味わいです。発酵期間を長くし、アルコール度数を高くすることで飲み応えのある仕上がりを実現いたしました。大麦由来の新ジャンル。アルコール度数 6%。値段が100円ぐらいですね。うん。麦芽を原料とした発泡酒にスピリッツを加えたリキュールと書いてあります。原材料名が発泡酒括弧麦芽とホップとスターチと大麦とスピリッツだそうです。うん。まあ飲んでいきましょう。なんか、高級感あるような、なんか、微妙な色合いの、なんか手触りもちょっとね、なんか、ザラついてるというか、あれなんですけど。美味しいか。まあ、バーリアルはな、まあ、普通じゃねっていうか、まあ、微妙じゃねって言えば、微妙じゃねって感じなんだけど。じゃあ、乾杯。微妙。いや、悪くはない。うん。今日のつまみは、キムチ。まだこれ残ってたんで。あ、だいぶ時間経ってるから、ちょっと酸っぱくなってる。あ、酸っぱくなってるわ。まあ、イオンはね、うん。結構ね、酒とかいろいろ売ってるんで、売ってる種類が多いんで、割といいんですけどね。税込み価格95円。レビューが、5つ星が2件、4つ星が2件となってます。普通のバーリアルの方が飲みやすくて美味しかったっていう意見と、普通の今までのバーリアルよりもすっきりしていて飲みやすいと感じました。苦くはないですね。苦くない。でね、なんか、確かに、大麦の、麦っぽさが出てるな。なんか、なんだろう。なんかちょっと違うね。他の、第3のビールとは。うん。他の会社のね、第3のビールに比べるとちょっと違いますね。うん。ただね、普通のバリアルも実際うまくねえからな。うん。飲むんだったらバリアルの生ビールね。まあでもこれは普通のバーリアルに比べればマシなんじゃないですか。
まあでも生ビールの方のバーリアルも、ぶっちゃけた話、あんまり美味しくないんだよ。あれ買うんだったら発泡酒買った方が美味しいと思う。多分。多分ね。発泡酒を買った方が美味しい。ではないかと。値段も微妙なんだよね。あるね。生ビールの方ね。150円ぐらいじゃなかったっけ？安いは安いんだよな。バーリアルのラガービール。1本158円。で、まあ普通のビールに比べると安いんですよ。だから手を取り、出しがちなんですけど、実際、うまくないんですよ。まあ158円の味だなっていう感想しか出てこない。で、発泡酒がほら、淡麗の生とかが、120〜130円で売ってるでしょ。それに比べるとね、それだったらそっちの方がいいやってなる。まあでも、まあこれに至っては、普通のバーリアルを買うよがこっちの方がなんか、美味しいのか、まあ飲み比べてねえからな。まあ苦くないし、割と甘めですね。ビールとしては結構甘め。甘め。結構甘いわ。なんか甘さがある。かなと。まあでもバーリアルの今なくなったけどね、昔なんか銀色のね、ドライビールとかいう生ビールのやつが出てたんだけど、あれが恐ろしくまずかったね。恐ろしいほどまずかったのは俺ははっきり覚えてる。びっくりすることまずい、あれは。もうあまりにまずすぎてね、あれはびっくりした。コク、普通、甘み、割と、香りはないな。まあ別におすすめはしません。3423です。ご視聴ありがとうございました。